今回はセルフネイルのやり方をご紹介します。まず手をきれいに洗った状態でスタートです。爪に皮脂やホコリがついているときれいな表面になりません。それでは塗っていく時のコツなんですが、一つ目は液を取りすぎないことです。片面の方を削ぐような形で余分な液を落としてください。二つ目は液を爪の真ん中に置き、力を入れすぎずに爪の根元の方までスライドします。そしてそのまま爪先の方に伸ばしていきます。この流れは筆を爪から離さず一発でした方が綺麗に仕上がります。このままでもシンプルで可愛いんですが、せっかくなので簡単なアレンジをご紹介します。まず塗った指が完全に乾いた状態か確認してくださいね。そうしたらカップに水が入ったものを用意してください。そしてそのカップの水のところに絵の具をポチョンと1滴2滴垂らしてあげてください。その垂らしたものをさっき塗った指をその白いものをすくうような形ですくってあげてください。で、少し乾いたかなと思ったら 2,3 度そのことを繰り返してあげてください。 2,3 度繰り返して完成したものがこちらになります。マーブルネイル、夏にぴったりのネイルになるのでぜひ試してみてくださいね。めちゃくちゃな簡単なアレンジですが、ちょっと他の人とは差がつけられる簡単アレンジでした。今回は 4cmTV をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければぜひグッドボタンをお願いします。また運営の励みになりますので、チャンネル登録もお願いいたします。